どう考えても今のは言葉ではないだろう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回からほんわか家族ができちゃうゲーム猫友をやっていきます。はい、初めから。お庭で初めまして。まあ、一応ね、猫友は体験版をやったんやけど、製品版をちょっとやっていこうかなと思いまして。なやなや。はいはい。おや、何かの鳴き声が聞こえます。なやなや。この機械的なねこの鳴き声は、そう、猫。あなたの部屋の庭に猫がいるみたいです。まあ、前回の体験版の時と同じような感じでも、名前ちょっと逆になるかもしれんけどあ、あそこに猫がいますね。あなたに興味があるみたい。少し近づいてみましょう。いや、でも名前も一緒になるかな。結局多分私自分が飼っとる猫の名前にするけんおや、慣れてほしいみたいですね。なななら、優しく慣れてあげましょう。猫が喜ぶところを撫でてあげる。なで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 。猫が喜ぶのあれじゃない？顎の下じゃない？どう？喜んだ？嬉しい？気持ちいい？なら、気持ちいい。わからん？あら、猫が喋りました。そっか、もう普通に見よったけど、そうか、そういうことね。どうしたのでしょう？かわいい、表情がめっちゃかわいい。何か考えてるみたいです。な、お家？うんうん、そうよ、ここはお家よ。あなたのお部屋を眺めて、なんだかお部屋に入りたいみたいです。中に入る？まあ入れてくれと言っているんだろうからね猫が笑うと胸元の懐中時計がふわっと光ったような気がしました。重くないんかなあれ。あなたのお家にやってきたおしゃべりするなんだか不思議な猫。これからどんな毎日が始まるんでしょうか。あなたと猫は知り合いになりました。知り合いになりましたってだいぶ遠い感じするけどね。お、来たよ来たよ部屋の中。猫が部屋にやってきました。この子は4足では歩けんのかな。なんかね、2足でスタスタ歩きよるけど。猫は何か言いたいみたいです。お腹なら。お腹が空いたと。お腹が空いているのかな。猫にササミスティックを食べさせてあげましょう。プレゼントをあげましょう。うんうん、ササミスティックをプレゼントしました。なんだかとても嬉しそうです。なんかさ、猫のなんか何、餌コーナーとか見よったらさ、最近なんかすごい豪華じゃない？人間かよみたいなねペコペコと頭を下げてご飯を食べさせてもらったお礼を言いたいみたい。感謝を伝える言葉を教えてあげましょう。ありがとう。うんうんうん、ありがとうだよ。ありがとう、ありがとうなら。あなたを指さして何かを知りたいみたい。私の名前かい？名前。ちゃんと言えるんかい。どうやらあなたの名前を知りたいみたい。あなたの名前を教えてあげましょう。なら、あゆなさん。そう、ちゃんとさん付けで呼んでくれる。あゆなさん、ありがとう。ご飯、ありがとう。あゆなさんのことちょっとわかったな。うんうんうん、私のことがちょっとわかった。私のこと名前しか教えてないんやけど猫はあなたとお話ししたいみたいです。おしゃべりボタンを押してお話ししたい内容を選んでお話ししてみましょう。スマホが見られるようになりました。スマホからアルバムを見られるようになりました。スマホで写真が撮れるってことかな。はい、おしゃべり。にゃまえ。なな。名前、名前、ポチ。君のお名前ね。猫も名前が欲しいみたい。名前がないと呼ぶときに困りますものね。猫に名前をつけてあげましょう。まあ、多分前回と一緒やね。ももちゃんで。我が家にいらっしゃるももちゃんで。はい、もも。うん、ももだよ。もも、
桃じゃないよ。桃はちょっと食べ物になるからね。桃、名前、ありがとう。うんうん。桃ちゃんもあなたとお話できて嬉しいみたいです。おや、また桃ちゃんの時計が光りました。なんだか不思議な時計ですね。いつ光った？見えてないんだけど。光った？本当に？今からってこと？お、猫とおしゃべりをすると絆が深まっていきます。絆が深まると左上にある絆メーターが溜まっていきます。おや、何やら特別なことが起きそうです。リビングに戻ってみましょう。それでは戻るを押しますね。戻るを押しますね。システム的な。おしゃべりボタンを押すと特別なお話が聞けるみたいです。押してみましょう。エピソード。お話できるよ。この画面ちょっとすごい好きなんやけど。アニメが始まりそうじゃない？アニメのタイトル画面みたいな。ももちゃんが手足をパタパタさせながら、あなたのところに駆け寄ってきました。な、もも、わかった。あゆなさんのことがわかるよ。なんか一気に。あゆなさんのおかげでお話できるの。スラスラと。あのね、猫はね、本当はみんな話せるんだけど、うちのももちゃんも話せるんかな。人間の言葉とチャンネルが合ってなくて話せないだけなの。ふんふんふん。まあ、要は猫同士は会話しうるっていうことやね。あゆなさんが話しかけてくれたおかげで、もものうちの猫と犬は会話しよんかな。でも動物としてあんま喋らんよね。あゆなさんと話せるのよ。お話できたら言いたい言葉あったんだ。あのね、さっきの食べ物、めっちゃスラスラ喋るやん。人間やん。猫は美味しかったと言いたいみたい。美味しいの言葉を教えてあげましょう。そうそう、猫に教える言葉は漢字を使うことができます。でも猫はまだ言葉が上手でないので、読み間違えることもあるかもしれません。その時は教えた言葉をひらがなやカタカナに直してあげてください。もうちょっと猫とお話ししていると言葉が直せるようになります。ふんふんふん。では、おいしいの言葉を教えてあげてください。おいしい、とってもおいしいだったよ。おいしいだったか。えへへ、ちょっと片言だね。お話できるようになったけど、一人で人間の言葉を勉強したから、間違えてるかもしれないの。どうやって勉強したんやろうね。だから、いろんな言葉を教えてもらえると嬉しいのよ。リスニングとかかな。そう言いながら、ももちゃんはとっても嬉しそうに。私の周りをぐるぐると、あなたの周りをくるくるとしています。あのね、あのね、もも、もも、住むところないの。一緒に暮らそう。ご飯を食べるとこもないの。一人ぼっちなの。今までどうやって生きてきたんだい君は。ここにいていいよ。かわいい、動きがかわいいよ。いいの？わーい。いやー、満面の笑み。もも、あゆなさんと一緒にいていいの？なにゃら。うんうんうん。じゃあ、もも、あゆなさんと一緒に住む。かわいいな。わーい、あゆなさんと一緒、あゆなさんと一緒。ね、こんな子が家におったら絶対飽きんよね。ももちゃんが喜ぶと首にかかった時計がわずかに光り、時計の針が動きました。ももちゃんと一緒の生活、どんな風になるのでしょう？この時計はなんか、その徐々に針が進んでいくってこと？一周したらなんかなるんかな？いや、一周するわ。家族レベルアップ。家族レベル2。あ、家族レベルを表示しとるんか、あれは。エピソードは絆メーターを貯めることで見ることができるようになります。エピソードが貯まったらおしゃべりボタンを押してみてみてくださいね。ふんふん。あのね、さっきお庭でなでなでしてくれて、とっても気持ちよかった。お、そうかい。あのね、あのね、またなでてほしいな。もういつでも撫でるよ。いっぱい撫でてあげる。ありがとう。あゆなさんに撫でてもらうといい気持ちになるのよ。これからももっと撫でてほしいの。いやー、動きがいいね。撫でるができるようになりました。撫でるボタンを押して猫が満足するまで撫でてあげましょう。うんうん。撫でるを押して猫を撫でてあげましょう。それでは押してみますね。猫をツンツンしたり慣れてあげることができます。満足するまで慣れてあげま、あげてみましょう。嬉しいな。あー、かわいい。尻も慣れて。あー、背中。尻尾は気持ちいい。気持ちいい。よかった。お尻超かわいいんですけど、このなんかとろけたりみたいな顔がめっちゃかわいいです。たくさん慣れてもらって満足したみたいです。また明日慣れてあげましょう。
猫を撫でられるようになりました。オートセーブなのかこれは。お、エピソードができたよ。なんかエピソードを、お、来た来た。またまた初めまして。あ、もう一匹の方？こんな早かったっけ展開。にゃや。お、声が聞こえてきた。また庭から猫の鳴き声がします。にゃにゃやお。にゃにゃお。七尾やね。お庭を見に行ってみましょう。お、いたいた。見ると庭の隅っこに一匹猫がいます。興味深そうにあなたを見ています。あの子も時計をつけていますね。確か体験版では私昔飼っとった猫のミルクってつけたような気がするけん、今回もミルクで行こう。こっちに近づいてきました。な、あの子同じおしゃべり猫だと思うのよ。本当は猫は全員しゃべれるんじゃなかったの？おしゃべり猫っていう種類がいるの？あの、こんにちはです。こんにちは、かわいいね。不思議です。猫の子たちが話せるのは何か訳があるのでしょうか。こんにちは。どうも敵意むき出し。桃は、桃、お名前は？そんな威嚇しながら言わなくても。桃ちゃん大きな声を出してちょっと警戒してるみたい。お名前ですか？お腹が。その時グーと音が鳴りました。あれ、この音は、グ、グーってお名前？どう考えても今のは言葉ではないだろう。違うです、お名前ないです。欲しいです。この子の方がちょっとなんか、なんていうん、こう機械的じゃないというかね、ちょっと柔らかい感じよね。この子はあなたに名前をつけてほしいみたいです。ミルクですか？そうそう、ミルク。ミルク、ミルク、とってもいいお名前です。耳の中のハートがすごくかわいい。ミルク、嬉しいです。いいね、いいね。桃だっていい名前だもん。両方いい名前よ。あゆなさんがつけてくれたんだもん。ももちゃんなんかちょっと耳尖っとるよね。ももちゃんミルクちゃんのことちょっと気に入らないみたい。もう足が。ももちゃんもいいお名前ですね。もうミルクちゃんはものすごくいい子なんだよね。本当になんか純粋にいい子そうやもんね。名前褒められてももちゃんはちょっと嬉しそうに尻尾を立てました。ちょっと嬉しそうどころじゃないけどね。でも首をブンブンと振ってまたあなたの後ろに隠れてしまいました。素直じゃない。ちゃんは耳の中にハートはないよね。ここはお家だよ。ここは私のお家です。あなたの後ろに隠れているのに胸を張りながらシャーシャー言っています。強いんだか弱いんだか。ミルクちゃんは少しうつむいた後何かを決心したみたいに顔を上げて言いました。ミルクも一緒に住みたいです。そこはちょっとずうずうしい感じするけどね。え、おー、お腹が。あ、またこの音です。ももちゃんも音に気づいたみたい。どういう感情？お腹がグーってしちゃったです。かわいい。恥ずかしいです。動きがかわいいよ。お腹ペコペコ。はい、ずっとご飯見つけられなくて。いや、ノラって大変だね。でも二人ともノラにしてはすごく綺麗よね。ももちゃんは少し悩んだような顔をしてからあなたを見上げました。あゆなさん、とりあえず何か食べさせてあげよう。ついさっきうちの家に来たのになんかもうすでに我が物顔で。ご飯食べようか。ありがとうございます。礼儀正しい。何かミルクちゃんに食べさせてあげましょう。お腹がとっても空いているみたいですから。でもやつれとるとかいうわけではないんやね。あなたと猫たちはルームメイトになりました。ちょっと昇格？知り合いから。お、
家族レベルアップ家族レベル3ってことはミルクはいきなり家族レベル3からってことかな。それではご飯を作ってあげましょう。それではご飯を押してみますね。ふんふん、作りたいご飯を選んで作ってあげることができます。それでは猫マンマを選んでみますね。猫とお料理クッキング、順番にボタンを押して混ぜましょう。スタート。YYEX 混ぜ混ぜ XYABAB 時間がある、もしやこれ AABBXXYY どういけたの。制限時間があるのね。完成。猫まんま、猫まっしぐらの猫まんま、不器用でも簡単に作れる一品。何1000点、1000点何点満点か知らんけど、はい、あげるよ。いただきます。猫まんまって猫にあげるものじゃない気がするけど美味しい、美味しいならいいのよ。うわ、二口で食べるそしてスプーンが持てるのね、素晴らしいわ。ごちそうさま。はい、お、満たされてる、満たされてる。この猫たちはとある事情で普通の猫より多くのものが食べられます。実際の猫にご飯をあげるときは気をつけてください。あ、ちゃんとそういう注意喚起大事。おいしい、買った。よかったよかった。あ、まだ警戒してるのかい。ももちゃんはミルクちゃんを見て逃げていってしまいました。ほら、悲しそうな顔しとるやん。あの、あゆなさん、ほいほい、ご飯いっぱい食べました。もうお腹パンパンです。パンパンですか。あの、こういうお腹いっぱいの時なんて言ったらいいですか。お腹いっぱいの時はお腹いっぱいって言うんだよ。満腹って言うですね。そうそう、あの、満腹ってみんな使ってるですか。まあ使ってるということで。みんな満腹って使ってるんですねうん、うん、みんなが使ってるなら、かわいい腰に手を当てて忘れないようにしないと。賢そうよね、この子。なんか何でも吸収しそう。ちゃんと覚えたです。かわいい。ミルク、こんなにお腹がいっぱいになったの初めてです。すごいオーバーリアクションよね。満腹、お腹がシクシクじゃない感じが伝わるですね。お腹空いたってこと、お腹シクシクっていうの。あゆなさん、お腹がシクシクするって言いたいってことじゃない。ありがとうですちょっとよくわからない。お、満たされ。ご飯を作れるようになりました。猫たちに食べさせてあげましょう。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやね、ももちゃんとミルク、ミルクが登場するまでめっちゃ早かったね。この先もめっちゃ増えていくんかなね。どこまで増えていくんか、この2匹だけなんか気になる